陰キャ貧乏人のみちちゃん、同窓会に来るんだって？冗談でしょ？ソネミちゃん、10年ぶりだね。あんた、マジで来んの？うん、お誘いいただいたから。来んなよ。え？あんたみたいな貧乏衆の陰キャが来るとかありえないわ。漢字の山田、よくみちのこと覚えてたよね。私、同窓会メンバーの連絡が来るまで、あんたの存在忘れてたよ。私は、ソネミちゃんのことを忘れたことなかったけど。そりゃそうでしょう。私みたいな人気者、忘れられるはずがないわ。そういえば、うちのクラスにいたもう一人の陰キャ、前園大志。あいつ、有名な外科医になったんだってね。うん。みち、あんたの幼馴染ってマジ？うん。じゃあ、同窓会では、前園に私のことをして。それができなきゃ、あんたが来る意味ないし。え？私、前園と結婚することにしたの。は？勘違いしないでよ。男がいないわけじゃないからね。モテすぎて困ってるんだから。はぁ。でもさ、私クラスの人間になると、相手も相応のレベルが必要なの。そんな中で急に登場した前園。海外でも有名な外科医で、年収数十億だって？幹事に教えられてさ、前園の出てる YouTube で見て、ビビったよ。それで彼と結婚したいって？そろそろ結婚もしないとなって思ってたところに、七夕よ。次の同窓会は、私らの結婚式にするわ。でも、彼には恋人がいるから諦めるしかないよ。はぁ？なんで私が諦めないといけないの？相手の女が諦めろよ。でも、あんた幼馴染なんでしょ？前園の女に嫌がらせして追い出してきて。そんなこと言われても、私たち同級生でしょ？友達でしょ？友達の幸せは無条件で応援しないといけないもんだよ。だったら私の幸せのためにやってきてよ。そんな、むちゃくちゃな。同窓会で前園落とせなかったその時は、覚えてろよ。また私の専属パシリにしてやるから。みち、同窓会に出席することにしたんだって？大志くん、アメリカでの手術はうまくいった？ああ、心臓移植手術は無事に成功したよ。よかった。これで生存確率 5% だった男の子を助けられたのね。あとは合併症さえなければ、走ることも夢じゃないよ。大志くん、お疲れ様。あなたは本当にすごい、立派な人だよ。ありがとう。ところで、同窓会のことだけど、大丈夫なの？え？みちをいじめてたソネミも来るって言うじゃないか。うん。無理に行かなくてもいいんじゃないか？北条先生も来るから。あの副担の？うん。出席者名簿にはまだないけど、参加するって先生から連絡が来て、正直当時は幼馴染の大志くんしか話せる人もいないようなクラスだったけど、北条先生は本当によくしてくれたから、先生に会いたいなって思って。そっか。でも、まさか大志くんも参加するとは思わなかった。だってみちが行くって言うから。え？私のため？幼馴染がまたいじめられるかもしれないだろう。それに、北条先生も来るんだろう。参加する楽しみができたわ。大志くん。俺も人体とか科学オタクだったからな。学校じゃキモいって言われ続けて楽しい思い出は少ないけど、北条先生はいつも俺の好きなことを肯定してくれて嬉しかったんだ。同窓会に行けば俺も北条先生に会えるだろ。だったらクソつまらない集まりに参加する価値も上がるってもんだ。じゃあ一緒に行けるね。俺もいるから、同窓会中に何かあったら言えよ。うん、大志くん、昔から本当に細かいところまで気にかけてくれてありがとう。面倒見てもらってばかりで申し訳ないわ。面倒な幼馴染がいる人生には慣れたよ。早く幼馴染離れしてくれないと俺の結婚が遠のくわ。ごめんね。大志くんが結婚できるよ、頑張って幼馴染離れするよ。みち、話が違うじゃん。前園が私に見向きもしないのはどういうことだよ。すねみちゃん、だからってひどいよ。白いドレスにワインかけるなんて。貧乏人の着る服なんていくらでも弁償してやるよ。どうせ露店とかで買ったんでしょ。本当に弁償してくれるの？1000円2000円くらい余裕だし。てかさ、何調子に乗ってドレスとか着てんの？もうそんな汚い格好じゃ会場に戻ってこれないだろうけど。
北条先生がトイレで落としてくれてるけど、落ちないよ。このドレス、もうダメみたい。はいはい、じゃあドレス代渡すからそのまま帰りな。え？はあ？まさかまた戻ってくるつもりだったの？豪華なホテルに来て舞い上がっちゃった？帰りたくないって？せっかくの同窓会だからもう少しいたいのに。友達もいなかったくせに。やっぱあんたをここに呼んだのは間違いだったね。前園のことで役に立つかと思って許したのに、何の役にも立たない。もうあんたになんか頼らないで自力で前園落とすわ。だからもう戻ってくるな。さっさとボロアパートに帰れ。他のみんなは昔無視したこととか謝ってくれて仲良くなれそうなのに、ここで帰るとかしたくないよ。ワインかけられたことも心配してくれてたし、このまま帰るのはちょっと。はぁ？バッカじゃないの？勘違いしてんじゃないよ。マジでもううざいから帰れよ。いい加減に場違いだって気づけよ。ソネミちゃんは10年前と何も変わってないんだね。陰キャの貧乏人が高級ホテルの同窓会来るとか？ここはお前みたいなのが来る場所じゃねえから。ここ、父のホテルだけど。え？弁償してくれるんだよね。オートクチュールで作った300万のこのドレス。300万？何の話？このホテルは父が作ったホテルなの。今は私が責任者をしているわ。はぁ？寝ぼけたこと言ってんじゃないよ。貧乏人でネクラのあんたが、そんなはずないでしょ？確か、あんたちって母子家庭だったよね。貧乏人、陰キャと来て、その次は虚言癖？やばいんだけど。嘘じゃないわ。母子家庭だったし、お金も大変だったことは事実だよ。私が中学の時に父が肺がんになって亡くなって、それから高校卒業まで大変な生活を過ごしてきたわ。でも、父が亡くなったことを知った祖父が、私たちを探してくれたの。母と私に辛い思いをさせてすまなかったってね。その祖父がここのグループホテル創業者だったのよ。そんなバカな。当時は身分違いの恋で、父は祖父に感動されて絶縁されて、父と母は駆け落ちして結婚してたのよ。今は祖父も母を受け入れてくれて、私も祖父が大好きなの。たくさんのチャンスも与えてもらって感謝してるわ。キモ。え？よくそんなストーリー思いついたね。あんたの空想に巻き込むんじゃないよ。ほんとキモい。勘弁して。いい？そのお花畑の頭抱えてそのまま帰れ。本当に帰っていいの？私の同窓会はキャンセル？そうだよ。あんたそのものがキャンセルだよ。さっさと病院行ってきな、このメンヘラ女が。あんた今どこにいるの？帰れって言われたから帰ったけど。前園知らない？一緒にいるけど。は？なんであんたが前園といるのよ。大志くんだけじゃなくてみんないるよ。あんた今家じゃないの？どういうこと？話が尻滅裂すぎるわ。そのままの意味なんだけど、私の同窓会がキャンセルになって会場が使えないから、私が住んでるこのホテルのスイートルームにみんなが来たの。は？会場が使えないって何？トイレ行ってる間にみんながいなくなって連絡つかないから、あんたに連絡しただけだけど。だから私はここのホテルはうちが経営してるホテルだって言ったでしょ。私が同窓会をするから場所を提供したんだけど、キャンセルしろって言うからキャンセルにしたのよ。みんなせっかくの同窓会なのに締め出されて怒ってるから誘ったの。うちに来るって。そんな、じゃああんたは本当にここのホテルの？そうだよ。みんなソネミちゃんに怒ってるから連絡も無視してるみたい。怒ってる？どうしてよ。だってソネミちゃんの勝手で会場締め出されることになったからね。でも結果的に移動できたんだから問題ないじゃない。とにかく私もそっちに行くわ。どうやって行くのよ。教えないよ。は？全員が来て欲しくないって言うんだもん。もちろんこの部屋の住人の私も同じ気持ち。だからそのまま帰ってください。ちょっと待ってって。まだ前園とちゃんと話せてない。他の奴らなんてどうでもいいけどね、前園だけは話をしないと。落とすために？私の同窓会の目的は前園なんだよ。セレブ医者との婚約を持ち帰るんだから。無理。恋人のことでしょ。それは大丈夫だって。絶対に相手を潰すから。だからさ、とにかくそっちに入れてよ。しつこい女は苦手なんだけど。え？おいソネミ、お前本当に何も変わってないんだな。誰がお前みたいな女と結婚するかよ。
もしかして前園？そうだよ、未知の恋人の前園大使だよ。え？前園の恋人って未知だったの？いい加減幼馴染は卒業してもらわないと俺が耐えられなくて、さっきプロポーズしたとこ。プロポーズ？お前未知のドレスの弁償忘れるなよ。それと今のやりとりクラスメートみんなで見てるんだわ。え？みんなドン引きで二度とお前を同窓会に呼ばないってことで全員一致。そんな。まあこんな結果になったけど結婚の祝いくらいはしてくれよな。そんなことできるわけないじゃない。こんな状況にさせられて最悪の同窓会よ。それでも祝うべきだよお前は。だって前に未知に言ったんだろ、友達の幸せは無条件で応援しないといけないって。その後ソネミは怒りと惨めさで爆発しそうな気持ちを抱えてホテルを後にしました。玉の輿婚を狙ってエステや洋服などの身支度のためにすでに200万の借金を抱えていた彼女には、追加で私のドレスの弁償代300万が加算され、総額500万の借金を背負うことになったのです。これでは婚活どころではありません。利息の返済だけでも大変なことになっており、節約のために実家に戻り、昼夜を問わず借金返済のために働いていると聞きました。人をバカにしていたソネミは回り回って今自分が人にバカにされる状況に。自業自得とはまさにこのことでしょう。自分がしてきたことを反省できる日が来るまで結婚には無縁の人生になりそうですね。